はい、週刊フリーブレイズのお時間になりました。東北フリーブレイズファンの皆様、そしてアイスホッケーファンの皆様、こんばんは。この時間は、アジアリーグアイスホッケー東北フリーブレイズの選手の皆さんに、試合のこと、またそれ以外のことなどについて、ズームでお話を伺っています。インタビュアーはアリーナ MC のリョーキングです。今回もよろしくお願いします。さて、3月になりました。もう1年のね、6分の1が終わってしまったということなんですが、アジアリーグアイスホッケーはいよいよ今週がレギュラーシーズンの最終節ということになります。東北フリーブレイズはこの土日、ホームフラット八戸で迎える HL アニオン戦が今シーズンの最終戦と、いうことになります。ちょっと早いね、最終戦のように感じますけれども、でもこのメンバーで戦う最後の2試合、ぜひ会場で、そして、またはアジアリーグアイスホッケー TV で応援していただければなと思います。さて、今回お話をお伺いしますのは、ゴールキーパー背番号34番の古川俊選手です。古川選手です。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日は3月2日の木曜日の、夜7時過ぎのインタビューです。明日は3月3日はお子さんの誕生日ですね。そうですね、2歳になります。2歳。はい。ああ、どうですか？ジュニアの様子の最近は。そうですね、もうすごい勢いで成長していきますね。すごい。もうすごいなんか、まだはっきりとは喋れないんですけど、まあすごい、なんか物を理解して、なんか喋り出したりとか、救おう。急車ピーポーピーポーとか、アンパンマンとか、なんか成長の速さに、まあ驚きも、はい、あります。ああ。アンパンマンでなんか好きなキャラとかはいるんですかね？ まあアンパンマンと、あと、なんか、バイキンマンのなんか、なんていうんですかね、なんかロボットみたいな、なんか、あ、はい、ダダンダンですね。そう、ダダンダンがなんか、めちゃめちゃ好きなんですよね。なぜか。まあ、男の子ですね。やっぱりね、救急車、乗り物とかね、ロボットとか好きなのは。はい。そういうの好きですね。そうなんですね。もう2歳か、早いですね。早いっすね。ねえ。試合は見に来てくれてますか？最近は。そうですね。結構、はい。ホームの試合は見に来てくれてて、うん。はい。もうなんか、試合中とか見つけると、まあ、見ちゃいます。やっぱり。試合に集中してください。この間も自分マスクかぶってたんですから。そっかそっか。プレゼントはもう用意したんですか？ 2 歳の誕生日プレゼントは。いやー、ちょっと何にしようかって考えてたら、もう明日誕生日になっちゃって、ちょっと、そうですね、一緒に遊べるなんか遊び道具か何かをちょっと買いたいなとは思ってるんですけど、まだちょっと迷ってます。で、これの動画、金曜日公開なのでね、公開される頃にはね、プレゼントをぜひ買ってあげてほしいなと思います。そうですね、はい。はい。さて、先週、レッドイーグルス北海道戦が終わって、まあ、いよいよ今週が、いよいよシーズン最終戦となるわけですが、どうでしょう、チームの雰囲気などはどうですか？そうですね。まあ、先週のイーグルス戦であったり、あとその前のグリッツ戦でも、まあ、いい試合をしたときは、まあ、しっかりと、まあ、勝ち切れてるっていうところがあるので、まあ、本当 そうですね。その最終戦で、そのグリッツとの順位争いにもかかってくる大事な試合なので、みんな、まあ、気合入ってるって言いますか。いつもより元気あるようなチームだと思います。そうですね、直接対決、まあ、今ね、勝ち星、勝率ではグリッツとは並んではいますけれども、直接対決ってね、グリッツの方が上回っているので、グリッツは今週は新横でクレインズ戦、で、ブレイズはホームでアニャン戦ということなので、まあ、一つでもね、勝ち星を上回らなければ、いけないという状況にはなっています。はい。さて、古川選手は、その先週お話にありました、先々週ですね、新横浜で行われたグリッツ戦で、
久々の試合出場となりました。10月以来ということになります。どんな思いで、試合出られない日々は過ごしていたというか、どんな思いだったんですか、それまでは。そうですね。開幕から数試合は先発任されてたんですけど、やっぱりそこで、勝ち切ることができなかったのが、やっぱりこの、起用につながってるとは、個人的には思ってて。で、本当悔しいですけど、そこで結果出せなかった自分の、責任でもありますし、出られない期間は、本当、コンディション云々よりも、上手くなろうっていうことを考えながら、コツコツっていうか、練習してました。で、久々の試合出場になったんですけど、その前の日に、土曜日の試合で途中から出させてもらうチャンスがあって、で、本当、すごい、途中出場でも久しぶりだったので、すごいガチガチに緊張はしてたんですけど、その土曜日にちょっと出たおかげで、日曜日はすんなりと、試合に入ることができたので、そうですね、日曜日はそこまで、緊張はしてたんですけど、そこまでもガチガチにはならずに、プレーできてたかなと思います。その日曜日のゲームがね、すごくロースコア、タイトなゲームになったわけで、本当、味方も体を張って守って、そして最後、3対1での勝利でした。すごく古川選手にとっても今シーズン初めてでもありますし、すごく久々の勝利でもあったわけですが、勝った瞬間、クリーズにて、勝った瞬間、迎えた時の気持ちっていかがだったんですか？そうですね。今シーズン、チームとしても、ブリッツとすごい相性悪くて、1勝6敗の、でしたっけ？で、2勝6敗まで戻したんですけど、やっぱり 前日の試合見てても、相性は悪いなっていう、楽に勝たせてもらえる相手ではないなっていう、ものがあったので、あと、個人的にも、久々のチャンスで、で、やっぱここで結果残さないとっていう、個人的にも、思いはあったので、はい。そうですね。とりあえず、勝てて よかったっていうか、はい。そうですね、はい。チームとしてもね、土曜日ちょっと点差つけられての敗戦だったこともあってね、リベンジ達成できたというね、ゲームでもありましたね。グリッツというとね、今シーズンは、八戸日中のね、後輩の杉本海選手がね、アジアリーグデビューしまして、本当、1年目ながら1セット目でね、活躍していまして、そのグリッツ戦土曜日はね、山本和樹選手とね、最後ファイトをやってしまったんですけれど、いや、でも、ブレイズじゃないけれども、その八戸出身の後輩がね、アジアリーグで活躍してるっていうことは、どうでしょう、日中の先輩としても嬉しいんじゃないですか。そうですね。直接、甲斐のお兄ちゃんと、日中の時代被ってて、二個上の先輩。で、その前に、僕もともと、北ジュニア、最初東ジュニア、東ジュニア入る前に北ジュニアに入ってて、で、そこでもうちょっと、甲斐と、関わることもあったので、やっぱり、ただの八戸出身、同じ、地域出身じゃなくて、昔から関わりがある中で、活躍、1年目から活躍してくれてるのは、やっぱり、すごい嬉しいです。
1年目からね、大活躍をしているわけですけれど、またね、来季の対戦もすごく楽しみではあります。はい。そして、先週のレッドイーグルス北海道戦でした。古川選手は土曜日のスタートマスクでした。すごく先制して、で逆転されましたけれども、最後ね、怒涛の反撃で同点まで追いついて、で最後ね、1点差で落としてしまった。あですが、素晴らしいゲームだったかと思いますが、久々のホームでのマスク、そして土曜日のゲームっていうのはいかがでしたか？まあ、その久々の八戸で、まあ、氷に乗って、で、やっぱりそのフラットの演出も、やっぱ他の、まあ、地域の会場と比べるとすごいですし、で、もう本当、8年のお客さんも、すごい、なんか、やっぱ応援してくれてるなっていう気持ちに、はい、させて、はい、もらえるっていうか。なんで、まあ、どうしても勝ちたい試合ではあったんですけど、そうですね。ちょっと最初1ピリからかなり流れ悪くしちゃって、で、まあ味方も追いついてくれたんですけど、最後ちょっとこらえきれなくて負けてしまって、すごい悔しかったです。うん、アジアリーグは2月の試合から不織布マスクをつけての声を出しての応援も解禁になりまして、八戸ではね、この間の土日が声出し応援も OK ということになりましたけれども、いかがでしたか？声援のあるフラットの雰囲気というのは。そうですね。まあ、フラットに、まあ、本拠地移ってから、一応、初めて OK になったんですよね。うん、で、その前のニーダーとかは、もうすごい、まあ、応援団もいて、で、すごい声も出して、まあ、活気あるリンクで。で、フラットも、まあ、すごい演出の部分がかなりすごいので、なんかこれに観客の声合わさったらすごいだろうなっていうふうに思ってたので、なんかすごい、その声出し解禁になったのは楽しみでしたし、で、実際その中でプレイできたっていうのが、本当、まあ、僕の中でもかなり嬉しかったっていうか、はい。なんで、やっぱ、次、ホーム、まあ、今週末のアニアン戦でも、まあ、応援してくれてる皆さんのために、ぜひ、ぜひとも、勝ちたいと思います。本当に土曜日の猛反撃、同点に追いついたとき、そして日曜日はね、本当あと1点差をなんとかしのいでしのいでという、本当にたまらない、歓声、まあ、続々感もね、伝わってくる非常にスリリングな、土日のゲームでございました。はい。今週はね、ブレイズも幼稚園とか保育園とか訪問してのボックス体操であったりとか、あとはスケート教室も行ってまして、古川選手は日ばかり子ども園のスケート教室にも、参加してました。いかがでしたか、子どもたちのスケート教室参加してみて。そうですね、その子ども園、日ばかり子ども園の子たちが3歳から5歳くらいの、まあ結構、はい、小さい年齢でやったんですけど、やっぱりその最初、よちよちっていうか、立つのもかなり難しかったんですけど、本当1時間しかスケート教室できなかったんですけど、まあ最後の方には全然歩いたり、普通に滑ってる子とかもいたので、やっぱ子供の成長というのがすごいな。何でもすごい吸収してくれて、本当、まあ、感心したというか、はい。本当すごいなと思いました。ちょっとずつそういう子供たちのスケート教室とか、子供たちのところ、学校とか訪問するのも戻りつつある感じですかね、最近は。そうですね。今シーズンのオフから、結構積極的に、まあその、見守り隊っていう活動も出て、うん、積極的に小学校とか、まあ、中学校、高校、あと、まあ、保育園、幼稚園にも、まあ、積極的に訪問させていただいてて、で、そうですね。
まあ、こう何年間かは全然交流できてなかったので、まあ、これを機に、まあ、どんどん増やしていって、で、まあ、そのアイスホッケー興味持ってもらえたりだとか、試合に見に来てくれたりだとか、なんかそういうふうな感じにつなげていけたらいいかなと思ってます。見守り隊もね、最初フラット近い西園小とか三条小からスタートして、で、徐々にこう範囲も広げていきまして、なんですかこう、おはようございますってこう、挨拶する感じなんですか、見守り隊は。そうですね。まあ、事前に僕と、あと、ディフェンスの田中健太郎さんと二人で、まあ、各学校に、アポ取りしてって、で、そこから、なんかどういう形で挨拶運動するかっていうのを決めてたんですけど、まあ、基本的にはもうユニフォーム着て、で、まあ、通学路を立って、まあ、学校の生徒のみんなと一緒に挨拶運動をやるっていう形でやってましそうなんだ。選手たち自らね、こう学校にちゃんと許可取って打ち合わせもして、生徒さんと一緒に。だいぶ早起きだったでしょう、見守り隊は。すね、めちゃめちゃ、6時半、なんか7時過ぎぐらいにはもう学校ついてなきゃならなかったので、結構遠い学校とかだったら、かなり早い時間に起きてやってました。なるほど。少しずつね、そういう、触れ合ったりとかね、交流する活動がね、ますますね、戻っていってほしいなと思います。はい。さて、まあ、シーズン終盤で伺うのもあれですけれども、今シーズンの古川選手のマスクとか、防具のことについて、シーズン最終戦なのに、今季の防具やマスクについて伺うのもあれですけれども、今シーズンは、総研管理さんという、スポンサーさんがバックアップについてくださっているのを、多分試合会場とか、あとは古川選手の、まあ、SNS、インスタとかね、見てる方は、ご存知かと思いますけれども、これはこうどんなつながりでサポートしていただけてるんですか？そうですね。総研管理株式会社さんは、東京都を、まあ、メインというか拠点として、まあ、全国でタークレーン、なんかタークレーンを使って、なんかビルとか建てたり、なんか大きい建物を、建てたりしてる会社なんですけど、そこの社長さんが、もともとこっち側出身なので、陸奥の方出身で、で、まあちょっとそういったつながりもあって、で、まあこういうフリーブレイズでゴールキーパーやってて、まあ、こういうヘルメットに、まあ、会社のロゴとか、あとなんかイメージした絵などを描いてプレイしたいんですけど、どうでしょうかっていうお話したら、もうすごい、まあ、いいねっていうか、すごい応援してくださって。で、今シーズン、まあ、ヘルメットの、まあ、スポンサーについていただけました。今季のマスクはどんなデザインなんですか、古川選手は。片方はフリーブレイズのロゴを大きく書いて、でも片方が総研管理さんのロゴを大きく書いて、で、まあ、真ん中の空いてるスペースに、まあ、タークレーンでビルを建設してる様子だったり、あと総研さんのロゴに被るように、裏の方っていうか下の方に、まあ、タワークレーンのちょっと、なんていうんですかね、引っ掛ける部分を、まあ、鉛筆書きのようなもののデザインですね。はい。もう鉛筆書き風なデザインがおしゃれですね、すごく。そうですね。なんか、NHL とかでも結構鉛筆書きのデザインも流行ってて、なんかそういうのいいなと思ってたので、まあ、カラーズさんっていう仙台の、ペイントショップの方に、まあ、書いてもらいました。なるほど、なるほど。
はい。すごくおしゃれな、まあそういうバックアップしていただけるっていうのはすごくこれは心強いですよね。うん、はい。ぜひ試合中でもね、注目していただきたいなと思います。うん、総研管理の社長さんもね、ベルディユニフォームコラボユニも着てね、この間古川選手とね、一そう緒にね、で写真撮られてましたね。うん。すね。ちょっと、茶の方にご挨拶行った時に、たまたま、その、ヴェルディのユニフォームを使った、試合あったので、そのままユニフォーム持ってって、で、記念撮影させていただきました。なるほど、なるほど。わかりました。はい。さて、では、チームの話にも入っていこうと思うんですけれども、まさに今日3月2日にですね、チームからのリリースがあったんですけれども、背番号9番の大宮選手、そして背番号19番の瀧尾秀康選手が、今シーズン限りでアジアリーグ引退というニュースがありまして、本当にびっくりしましたし、驚いているファンの方も多いかと思います。うん、まあ、古川選手としても年近いね、選手だと思うんですけれど、どんな気持ちですか、このニュースについては。そうですね。やっぱりフリーブレイズもプロスポーツチームで、やっぱりその、ホッケーだけで、稼いで、ご飯を食べていくっていうのも、やっぱり年齢的にも、限界はありますし、かといって、できるとこまで、その、ホッケーだけやってたら、結構その、セカンドキャリアの部分で、だいぶ、苦労は、するっていうので、最近キャリアデザインプロジェクトっていうので、サンデーの社長さんにもお話ししてもらったんですけど、やっぱそういう話聞いてて、で、やっぱりその、なんていうんですかね、その、竹尾選手だったり大宮選手、もうまだまだ年齢的にも、全然プレー的にも、全然トップリーグで通用する選手だと思うんですけど、やっぱり、いろいろな事情があって、今回引退することになったと思うので、やっぱり僕たちも、本当、なんていうか、いろいろ考えながら、いつまでできるかわかんないですし、いろいろ考えながらプレーしなきゃいけないなと思ったのと、あとやっぱりその、竹尾選手も東洋大学で被ってた先輩ですし、大宮選手もフリーブレイズ入ってからすごい良くしていただいた選手なので、あと2試合で、終わり、なんていうんですかね、一緒にプレーする時間が、終わるのかって思うと、ちょっと寂しい気持ちにはなりますけど、やっぱり、それはもう本人たちに選んだ道なので、やっぱここは残り2連勝して、気持ちよく送り出せて、送り出せたらなと思います。はい。そうですね。本当にプロの世界、厳しい世界でありますけれども、でもこう、目の前の先のことを考えず、こう、目の前の一試合一試合にね、こう、選手は、全力を尽くして戦ってますので、最後いい形でね、ファンの皆さんも一緒に、送り出してあげてほしいなと思います。はい。さて、いよいよ今週末がフリーブレイズのこのメンバーで戦う最後の2試合です。迎える相手は、現在首位の HL アニアンです。3月4日土曜日が夕方5時、5日日曜日が午後3時、フラット8の夜のフェイスオフになります。ぜひ、今季の集大成、総まとめとなる2試合になります。意気込みをお願いします。そうですね。やっぱり、自分のためにも、あとは、チームのために、そしてあと、今シーズン、引退発表した、竹尾選手、大宮選手のためにも、全力で、戦っていきたいと思います。で、やっぱり、その、今シーズンホームで、アウェーもそうなんですけど、あんまり勝ててなくて、で、ファンの皆様にも、ちょっと、申し訳ない気持ちはあるので、最後、
2試合、まあ、首位のアニョンでめちゃめちゃ強いですけど、しっかり戦って、勝ち試合をお見せしたいと思います。応援よろしくお願いします。はい。本当に先週の土日も素晴らしいゲームを見せてくれたフリーブレイズです。ぜひ、今度の土日も厳しい試合になるかと思いますが、ぜひ、我々ファンも一丸となって、選手と戦って、最後ね、万歳で、新しい道に進む選手を、送り出したいなと思います。いやー、もうこのインタビューの時点でもね、もう明後日からも試合というのがね、なんか来てほしい、また来てほしくないような感じがしますけれども、ぜひ選手の皆さん、ベストな状態で最終戦迎えてください。はい。ということで、週刊フリーブレイズ、今回は背番号34番、ゴールキーパーの古川俊選手にお話をお伺いしました。お忙しいところ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。さあ、フリーブレイズの最終戦です。もちろんね、試合もそうなんですが、土日、ブレイズの試合の前後には、女子の大会のフラットレディースカップというものがあります。クリスタルブレイズの女子のメンバーも、本当に今シーズンもね、ブレイズの、試合の選手よりも前に来て、準備をして、お客様の出迎えして、お客様が帰った後は、こう、今度自分たちの練習というのです、すごく土日ずっとね、フラットで頑張っているわけなんですが、ぜひ、ちょっと土曜日とか早く来たり、またブレイズの試合の後も、クリスタルブレイズの応援もぜひお願いしたいなと思います。ぜひ今週末、またフラット八戸で、または画面越しで一緒に選手と戦っていただければ幸いです。この時間のお相手は、アリーナ MC、リョーキングでした。では、土日フラット八戸でお会いしましょう。さようなら。